すごい怖え。マジか。あ、ちょっと景色もあるでしょ。どうも、月刊地図で編集長のやすです。編集員の雲上坊です。今日は、はい、郷土愛、はい、はい、ということでですね、こちら小鹿神社に来てます。知らねえだろ知らねえだろがですね、小鹿神社ではないんです。こちらバン初夏ツツジ秋やもみじの両神さん、夏真っ只中に来ました。はい、こちら暑やばい、今日38度ぐらいあるらしいから、テリッテリになってるもん。すごいよ、びちゃ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 。今日登らないんですよね、別に。今日はあの両神さん、やっぱ近づきすぎちゃうと見えないんで。そうです、ね、この絵を見に行くんですよね。そうそうそう、皆さんに両神さんを見ていただくために。そうですよね、はい、登っちゃうと分かんないもんね。分かんない分かんない、森しか見えないから。確かに、どこの山も一緒だからね。この辺だってね、両神さんで言ったら両神さんみたいになっちゃうから。確かに確かに、どこでも撮れちゃうもんね。そう、両神さんを見に行きます。はい、はい、では展望台に行きましょう。それでは行きましょう。恋しいとこ持ってったの。月中こんな前も後ろも 山な場所に来たの。超久しぶりだよ。久しぶりだよ。両神山って秩父と小鹿野町の間の山なんでしょ。そうだな、それは分かんない。だから両方のものらしいっすよ。富士山みたいな。そう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 。とりあえず神社を目指して。なんかあれですね、ツーリングのオートバイ安全祈願。あ、そうなんだ。で有名らしいっすよ。なんか結構バイクね、ブンブン通ってる。ブンブン通ってる。俺らが来てからは全然通ってない。本当はね、ちょっとこうバイクが通る差しがこう欲しかったんだけど、こういう時通んないんだよね、まったく。本当にお前合格してくんなよ。同じバイクすぐお賽銭して帰ってきた。ほらね、本当はオートバイ、バイク止まってますよね。なるほど、オガノーがバイクになってるね。あ、オーガノーグッドデザイン。あ、俺に聞いてんの？はい、もうグッドデザインでしょ。アイディアが好きよ。よかったよね、始まり。小鹿神社だ。本当だ。小鹿でも小鹿野でもない。小鹿神社。小鹿神社。ああ、なるほどね。間違えてましたね。武見和地の御事です。ね、おお、カマキリだ。あ、カマキリさん。おはようございます。なんか、祭事カメラやるみたいな。ね、なんかすごいね、祭事用だよ。なんか歌舞伎が有名だから歌舞伎やったりするんだよ。ここでやる？神楽系だよね。神楽系だね。巫女さんが踊るやつだね。なんて言ったら想像できた。バイクの免許欲しい。確かにね。確かに。違うんですか。答え合わせします。はい。あのバイクじゃなくて車なんですけど、今日あの無事に帰れますようにって。なるほど。お願いしちゃったわけですね。ちゃんとお礼もしたよ。あ、ちゃんとしよう。はい。素晴らしい。このままに。ただそれはまあ当たり前ですから。はい。昨日からありがとうございましたって。この地に来させていただいて、ね。昨日から来てるから。ジョーさん何してんすか。顔はめ。はめた。顔はめて待ってようかなと思ったらさ、あのパネルとパネルの間にぐっつり雲が。本当だ。見えるもん。肉眼では見える。
ちょっとカメラ上じゃ見えないかもしれないけど、めちゃくちゃでかい雲いる。うわー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 、ちょっと顔面からちょっとよ。すげえでかい雲いんじゃん。ごめんね、通行しちゃった。さすがに情報は引っかかんねえぞ。ごめん、やったね。ごめんね、やりました。なんかこの先に展望台があるみたいなんで、はい、このまま行きましょう。行きましょう。ちょっと行こう。こっち側さ、僕お願いします。ね、ちょっと行ってみようか。月中山の中入ってきちゃった。いや、マジで両神さんを見るために違う山を。まあ、ここは多分名もなき山でしょ。多分ね、家とかもね、多かったですね。でも、竹林なんだね、山。なんかすごいよね、ここ、うん。ほら、なんかこれ登ってきたね。なかったら怒るよ。わかりづらいけど。いや、いや、ちょっと俺の後ろ向いておけばよかった。何分歩いてるんだろうね。何分歩いた？わかんない。50分以上かかってる気がする。あー見えてきた、なんかあれ違う気がする。でも俺も違う気がする。第二休憩所じゃん。登山なんだね、もう登山だ。いやー帰ること考えたくない。もう、あーでも見えるじゃん。お、見える見える。すごい開けてるね。もっと上にある。ああ、そっか。うわうわ、来てよかった。こんな登ったの、すごい怖え。マジか。あ、ちょっと景色の後にしよう。じゃあラストスパート頑張りましょう。頑張ろう。はい、来ました、到着です。展望台、展望台です。じゃあ、もうみんなフラフラよ。あ、ルブさん、すいません。ありがとう。雲の巣だーと。わー、すごい。あ、これすごいね。直射日光だー。めっちゃ木しなってんだけど、怖っ。折れそう、折れそう。折れそう、これ。やっほー、すごいけど、両神さんはわかんない。両神さん見て、両神さん、いや両神さん、あっちだ、わかんない。あれ、あれだ、あれだ、あれだ、あそこ、あそこ、あれ、あれだ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 、あれです。これ、はい、はい、来ました。やつえ、ここやばい、ここやばい、マジでやばい、ここやばい。じゃあもう僕らの命が危ないんで、うん、旅行店のバックに、はい、お気軽かよ。早くしないと、ちょっとスマホの方も。さん、はい、いいよね、札がびしゃびしゃ。いいよね、もう完璧。ありがとう。一番きつい今日が。ありがとう。いや、本当に秋か春に来てください。いや、ほんとそう。夏じゃない。だって誰もいないもん。誰もいない。今日今合わなかったね。ほんとに。もう、皆さんは、この札の通りで、初夏のツツジか秋のモミジに、はい、登ってください。そ、はい、の通り。はい、ちょっとこの後気をつけて降りて、はい、ちょっとゆっくりと進みましょう。はい。はい。この動画が良ければ、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。次回の兄弟もお楽しみに。ではまた。